濃姫による信長暗殺未遂、同盟決裂にも値するこの事件を信長は誰にも語らず握りつぶした。織田家と斎藤家の同盟は維持され、尾張では今川義元との再戦に備える日々が続く。一方、美濃では斎藤道三がある重大な決断を下す。それは信長に美濃を譲るという驚くべきものだった。かねてより自身の冷遇に不満を抱いていた斎藤義達は激怒し、美濃の黒人衆を抱き込んで挙兵。義達は優勢に戦いを進め、道三を追い詰める。道三の危機はすぐに信長にも伝えられた。長良川の戦い。親父殿は美濃を義達ではなく俺に譲ると言ってきた。そのために義達に背かれ死地に追い込まれている。承知していますが、こたびは傍観すべきです。兵を出したところで勝てる見込みはありません。もう決めたことだ。俺は美濃へ行く。気が進まぬなら来なくていい。皆にもそう伝えよ。兄上。父を救いに行くの。あなたを殺そうとした男だというのに。親父殿は俺の器を測っていたのだろう。結果俺は美濃を取る名分を得た。恨みはないかといって報いるほどの恩もないはずよ。座して待つだけでは滅びるのみ。それを俺は父に学び、父は親父殿との戦いの中で学んだ。俺は尾張を他人にくれてやるつもりはない。故に俺は俺のやり方を貫く。それだけだ。お前も来い、貴重。親父殿もお前に会いたかろう。身内同士の殺し合いを見届けろと。酷なことを言うのね。俺のやり方見せてやろう。親父殿は鷺山城で包囲されているようだ。義達の執念、これほどとは。まずは親父殿に組みする将たちと合流する。
スミス討ち取らせはせん。急ぐぞ。対岸に陣取っているのは吉立の手勢か。面倒だが奴らを蹴散らさねば先へ進めんな。皆詐欺山城から目を離すな。親父殿が撃たれては戦の名分が立たん。信仰は阻止せねばなるまい。開門。吉立方の将か。邪魔立てするなら切り伏せるのみ。あの旗印、織田の加勢か。信長殿。不足なし、入れ。壊してくれ。俺をうつけとは侮ったか。聞かせていただこう。こりゃ俺いい音ですな。貨幣ながらも勇猛なる立ち回り、我らも織田の働きに報いなくては。猛力したな親父。ミノは俺に任せて安らかにくたばれ。この大化け者が。うつけ殿、ミノの未来はお主に。うちずに。父上、そんな。親父は死んだぞ。奴に味方していた者は命が惜しけりゃ今すぐ俺に下るがいい。今義辰様に逆らっても無駄死にか。父さん様、みんなごめんなさい。この上は義辰を討ち、俺が美濃を継ぐ。親父殿に組みしていた将来との交流を急ぐぞ。討ち死に。なんと見事な。この俺を止めようとて無駄よ。目障りだ。壊してくれ。俺をうつけとは侮ったか。叶う相手ではなかったか。信長様の前に敵はいねえな。この俺を止めようとて無駄よ。信長殿、こたびの援軍恩に切る。だが道山様はすでに。ああ、一足遅かったよ光秀。お前は義辰に下るのか。あのような知れ者に仕える気は毛頭ない。
俺は道山様への忠に準じる。明智殿は義達様に歯向かうおつもりか。ならば望み通り死ぬがいい。よもやこれほどとは。諦めるのか。諦めると思うか。そうだ、お前もうつけだったな。やるか。ああ、義達に恩を売っておいて損はあるまい。だごと踏みつぶしてやろうぞ。開門。なぜ義元が。やむを得ん、撤退するぞ。とどまっては被害が増えるばかりだ。勝利条件変更。敗北条件変更。俺が敵の目を引きつける。光秀はその間に追払いをしておけ。すまない信長殿、生きて共にこの窮地を脱しよう。ハムシにくれてやる慈悲はない。残らず叩く。手伝で終わる。義立、義元を呼び込んでいたとは。今は無用な戦いは避けよう。俺にくだらぬとは愚かな奴らめ。一匹残らず打ち果たせ。うぬら残らず拙者の手柄となるがよい。私の天命もここまでね。父上、討ち死に見せてやる。行くせよ。俺の力の礎となれ。俺の全てを生きる。聞かせてもらう。あなたの存在心強いな。刹那で終わる。アディシが何やら騒がしいな。敵襲か。急ぎ向かうぞ。見せてやる。どうぞ。これに従わぬアホどもは親父と一緒にメイドに送ってやるわ。壊してくれ。俺をうつけと侮ったか。ここは引こうかあるまい。なんと素晴らしき戦果よ。合わなかったこと、必
必ず後悔させてやる。よ、吉田様が引いちまった。俺らは一体どうすりゃいいんだ。とて無駄よ。壊して液晶撃ち取ったぞ。耐えきれん。引かせてもらう。この信長こそが天下無双よ。やはり兄上はお強い。おお、助かりましたぞ。信長殿に報いるためにも清瀬への道は俺が切り開く。敵将撃ち取ったぞ。かなう相手ではなかったか。開門。道が開けた。これで撤退も容易になるはずだ。なんと見事な。ここを抜ければ清須も近い。皆気力を絞り歩を進めよ。家康、いいこと。おじ様の期待にしっかり応えるのよ。ああ、分かっている。兄上、申し訳ありません。俺たちは先を急ぐ。立ちふさがるなら容赦はせん。バカね、飛び出してきて倒されたいの。壊してくれ。今川の将である限り、いずれまた兄上と戦わねばならないのだろうか。なんとかここを渡したか。だが斉藤が、ウギロが失ったものはあまりに大きい。道山様、前を向け光秀。生ある限り進むことはできよう。信長殿、俺は国元へと帰ろうと思う。吉達の脅威から自領と民を守らねば。そうか、世話になったな。あ、では俺はこれで。待て、光秀、お前もやれ。こうか。よし、
収めろ。これは誓いの証だ。男と男のな。生きろよ、光秀。信長殿、どうか達者で。なあ、またな。辛いか、機長。わからないわ。ただ言えるのは、私にはもう何もない。父のため織田家に来たけれど、父はもういない。あなたも私を妻にしておく理由はなくなったわね。ならば出家して親父殿を弔って暮らすか。そうしたいなら止めはせぬが、もうお前を縛る者はどこにもいないのだ。この先は好きに生きたらどうだ。そうね、考えておくわ。信行、また説教か。兄上のやり方が間違っているとは申しません。しかし家中の者たちが疲弊していることも事実。兄様はもっと周りの声に耳を傾けた方がいいよ。尾張を守りたいって気持ちはみんな同じはずだし。綺麗事を並べたところで乱世に飲まれるのみだ。俺は俺のやり方を変えるつもりはない。兄上のやり方に皆がついてこられるならば、私も喜んで兄上を支えるのだが。私にはまだ何が正しいのかわからないな。この乱世に正しき答えなどありやしません。しかし家中に積もる不満はもはやどうにも。Thank you.